こんにちは、でです。す。12月7日、日土曜日の昼です最近、創価学会員さんからの私への誹謗中傷がひどくなってきました。私は今の公明党、平和の公明党ではない、平和破壊の公明党だと思っています。 なぜならば、毛田先生の信念、基地のない平和な島、豊かな島、沖縄、悲劇の島から平和象徴の島、沖縄の信念を握りつぶし、辺野古に米軍基地建設、先島に自衛隊ミサイル基地建設。 沖縄市、うるま市に陸上自衛隊弾薬区を建設しているのが公明党だからです。公明党はそれだけではありません。防衛財源確保案を成立させ、また防衛産業基盤強化法案まで成立させました。これでは とてもとても平和の公明党とは言えないはずです。公明党は日米の軍事合同訓練を開始しました。その訓練というのは、沖縄が再び戦場となることを仮定しての訓練なんです。そんなこと、絶対にあってはならないんです。 沖縄を再び戦場にさせてはならない。戦争は二度とあってはならない。それが池田先生の心なんです。その心を踏みにじり、日米で合同軍事行動訓練、沖縄を再び戦場になることを仮定して訓練をする。自民党党公明党 その自民党、公明党死に物狂いで応援しているのが創価学会です。こんな馬鹿げた話はありません。毛田先生の平和思想、みじんもありません。そのことを私が言うと、何を言ってるんだ、日が。公明党は毛田先生が作られた政党だ。 間違いがあるはずはない。なぜそれがお前にはわからないんだ。お前の信心が狂っている。許せない。公明党創価学会をバカにするお前は反逆者だ。創価学会を脱会しようと叫ぶ学会員さんが多いんです。そうならば。 なぜ公明党は辺野古に基地建設を進めるんですか南西諸島の軍事化を進めるんですか池田先生の信念基地のない平和な島豊かな島沖縄の信念を握りつぶし沖縄県民の平和への思いをなぜ握りつぶすんですかというと 中国が脅威だろう中国の脅威に備えて沖縄の軍事化はやむを得ないんだと言うんです池田先生は中国との友好を築くために日中平和友好条約の締結に向けて一番戦っていたのが池田先生ですよ池田先生は中国と日本の 未来英語の平和を築こうと戦っていたんですそれをなぜ公明党創価学会を破壊するんですかというと曖昧な返答しかありません説明になっていないんですあまりにも矛盾をしているんですそこを突いていくととにかくお前は反逆者だ 公明党総価学会は正しいんだ。間違いがあるはずはないんだ。お前は YouTube で公明党総価学会の悪口を言って、それは団結を乱しているんだ。反逆者だ。お前は絶対に許さん。そんな感じになっています。対話になっていないんです。対話ならば、ゆっくり落ち着いて。 論理的に説明してほしいと思いますそのような学会員さんを見るともはやそれ自体がカルトではないかと私は思わざるを得ないんですここで皆さんにコメントを一つ紹介をします寒風小僧さんですお疲れ様です比嘉さんにイチャモンをつけているコメントは 他の YouTube でも同じことを言って批判しています。そうなんですか。同じことを言って批判しているアホがいるんですか。多分、ナの町に雇われた工作員の可能性は大です。そんなこともあるんですかね。小細工して日傘さんを貶としめようとする意図が見え見えです。 確かにそのような感じがします。しょうもないことをねちねちねちと人をバカにするような発言を繰り返しています。創価学会は宗教団体というよりカルト教団としか言いようがありません。私個人的には創価学会はカルトと思いたくありません。 創価学会は世界の平和のために戦っている私たち一人一人の幸せのために創価学会があると信じたいんですところがどう考えても今の公明党創価学会が平和のために活動しているとは思えないんです公明党は 防衛産業基盤強化法案を成立させました。この法案は人を殺すための武器を輸出し、金儲けをする、とんでもない法案です。こんな法案、なぜ公明党は自民党と一緒になって成立させたんですか。それに対して創価学会は、 何一つ文句言わずに自民党公明党を応援するつまり戦争を応援しているのが創価学会ではないんですかこれだけ見てもとてもとても今の公明党創価学会が平和のためにあるとは思えません私みたいに公明党おかしいだろうというと お前は反逆者だ、許せない。座談会に二度と来るなと言われます。全国各地で、私みたいに、公明党おかしい、今の創価学会おかしいと意見を言う人は、次々に排除、排除していっています。これが宗教団体でしょうか。もはやカルトと言われても仕方がないのではないかと、 思わいいざるを得ません本来ならばいろんな意見があっていいじゃないですか創価学会の中には公明党を一生懸命応援する人共産党を応援する人令和を応援するといろいろあっていいんですその多種多様な意見をまとめて世界平和のために一人一人の会員の幸せのために 創価学会があるんでではないんですかそれを逆に排除排除していく今の創価学会やっぱりカルトかなぁと思ってしまいます皆さんからのコメントお待ちしています えっと、埼玉県から、えっと、12年前に山梨に引っ越してきまして、で、今、の、私、元総価学会員だったんです。で、あ総学会のカルト制に気がつきまして、今、の、東京の長井秀和さんと一緒に活動してるんですけれど、カルト問題。で、この公明党っていうのは皆さんご存知かと思いますけど、今、大手メディアも、統一協会は叩くけれども、公明党は叩かない。大手、あの、広告主な,なんで叩けないんですね、テレビも。で、だけど、あの、中で実際選挙になると、何のためにじゃあ、公明党支持する 対処ののかためにって言ってるんですけど実際には池田対策のために統一教会以上のカルトですでこれに対してあの私今ジャーナリストとして声を上げてあの永井さんとともに戦ってるんですけどただあの可能性があるんだったらもっと令和とかこう広げて山本太郎さんのすごく注目してたのでこのカルト問題公明党総会学会に対してどう思われるかお答えいただきたいんですけどよろしくお願いします。 ありがとうございますもっと聞いてたいなっていう気持ちになりましたねありがとうございます1分という時間で創価学会員の方々は私は純粋な気持ちで手を合わせている方々が多いんだろうと思うんですただその純粋な気持ちを利用する者たちがいるってことだと思うんです宗教を利用して政治 っていうところに手を伸ばしていきながら何かしらコントロールしていくってことはこれごハットなんですよ本当は。自分が早く天国に近づくように徳を積むっていうために人から票を集めるっていうのはこれ元々の教えですかってことですよ。違うでしょ違いますよね。徳を積むってそういうことじゃないですよね。一部の者たちに利益を誘導するようなことをやったらあなたの徳が上がりますなんて話おかしくて。その例えば公明党のやってることだったり現在の総会学会に対しての批判的なことを言ったら地獄に落ちるみたいなことを言われるっていうのはこれ明らかにカルトの手法です。 よまさにそう思います。で、一方で、私たち、令和新選組の外旋とか様々な活動をやっているときに、学会の方いらっしゃることあるんですよ。今の学会であったり、公明党おかしいっていう人たちなんですね。で、言われることは何かっつったら、昔の公明党みたいなのよ、あなたを見てたらって言われるんですよ。いや、要は、困ってる人たちなんとかしようよ。でも、 当然困ってる人たちに何とかしなくちゃいけないんですよ。どうしてかって言ったら、経済を活性化させるため、景気を良くするためには、そういう方々を底上げすると、お金が入ってきた右から左に社会に戻っていくんですよ。 つまり何かし言ったら、すぐに経済に寄与する、えー、主体であると。そういった観点からも当然やらなきゃいけないことなんですよね。30年間経済が悪くなってるわけだから。話戻りますね。昔の公明党は、あなたみたいなこと言ってたって言われて、ちょっと調べたら、消費税絶対反対してたんですよね。まあ、魂打ったわけですよ。結局は。えー、小さき声を、えー、聞く力みたいなこと言ってるんですけど、小さい声なんて絶対聞きませんからね。小さい声聞くんだったら、沖縄の基地に参戦なんてしませんし、消費税上がることにもけしからんって言うし、様々なことにブレーキをかけ っていくっていうう存在にななななるははずなんですけどそうはなってないじゃあ何かって言ったら、権力と交換、権力を支えるというお役目を果たすことによって、小さな飴玉がもらえるってことですよ。それって何かって言ったら、例えば、大臣の椅子であったりとか。 他にも選挙区で、小選挙区で自民党はそこに立てずに、公明党が力を発揮すると。この持ちつ持たれつの関係性を権力側とこう構築していくことによって、自分たちも小さな飴玉をたくさんもらえるねってことなんだけど、その小さな飴玉のために社会がどれだけ壊されてるかってことを意識できてないっていうのはまさにカルトですよ。私そう思うんです。でね、公明党がカルトだっていう話だけではなくて、最ものカルトは自民党だってことなんですよ。そう思いませんそうですよ <laughs> だってね、統一協会問題でも二世問題っていうのがすごく深刻ですよ。この人たち救済しなきゃいけないけども、救済する法律になってないんですね、あれは。これから騙される人たちを救える可能性があるっていうだけで。これまで騙されてきてむちゃくちゃにされた人たちは救えないんですよ。二世問題深刻なんだけど、自民党もっと深刻なんですよ。賛成問題なんですよ。 そうでしょ安倍さんのおじいさん、お父さん、そして安倍さん3人、3世でしょこれ。根が深い。そういった者たちに、そういったカルト集団たちに対してコントロールされ続けてきて、国政でも様々な弊害が生まれてきたっていうこの状況を、やっぱり打破していかなきゃいけない。ある意味で、一番のカルト、一番の反社といえる自民党であったり、その政権与党っていうところから、この国を取り戻すことの作業なんですね。でも非常にややこしいのが、野党の中にも、えー、似たものといいますか、その協力者たちがいるってこと ですね、維新であったりとか、さまざまな自民党よりもよりひどい新自由主義方向に傾く者たちがいるから、これは非常に厄介なんですけれど、えー、そういった意味で、もうここはもう徹底抗戦していくしかないなという考えです、ありがとうございます。